日は6月15日火曜日、今夜も校長先生の黒板から授業が始まります。それでは黒板読み上げます。4人。埼玉県17歳女の子、ラジオネームハニーアップル。ハニーアップル。昨日の夜の書き込み、はい、明日のジュニアエグザイル先生来校は楽しみすぎる。ありがとう。そして新曲解禁が2曲もあるなんて、うん、最高すぎる。ありがとう。今から楽しみすぎて今日の夜は寝られなそうです。うわ、昨日の夜の書き込みなのにね、うん、大丈夫か。ハニーアップルちゃんと寝たか。起き続けてるんじゃない。ハニーアップル逆に24時間後ってこと。今起きてる。それぐらい楽しみにしてる、はい、大阪府15歳女の子、ラジオネームガッテンピーチノスケ。ガッテンピーチノスケ。ジュニアエグザイル先生、学校今日めちゃくちゃ憂鬱でしたが、今日も新曲解禁と思って最後まで頑張ってきました。はい、本当に楽しみですと。わ、ありがとう。まあ、学校もね。ありがとうって俺が言っていいのか。なんかさっきからちょっと悩んでたんだけど。ありがとう、まあ、まあそのね、教頭がそういう風に思うのも、はいはいはい、まああのもう実はね、はいはい、俺たちの目の前に、うんうん、本日のゲスト講師の4人がいらっしゃってんだけど、うん、まあ今紹介したね、生徒たちの声はしっかりと本人たちには届いてるんだけれども、はい、うん、その4人。そうなんだよね。5人。5人。これどういう、これ教頭、これ今どんな気持ちなの。すごく申し訳ない気持ちが大きいよね。惑わせちゃってるというか、4人なんだけど。そうだよね、5人じゃん、うん、ね、よちゃんと言えば、言えば言うほどよくわかんないんだけど。そうそう、でも5人だけど4人なんでね、うん、4人でいいよね。でも俺は教頭だから、今日はだから2対4でしょ。そうすげえアウェーの感じするんだけど俺が。ね、5対1感あるよね。5対1感があるし、なんだこれ、もう今日 6人でいい。もう6人としてやろうか、これは。今日はもう。来れるんだったらね。逆にいけるんだったらそれでいい。うわ、怖え、1秒で遠慮しますね。だよね、怖いね、6は。ちょっとせめてね、はいはい、2対4。まあまあまあ。そうだね、今日はね、楽しみにね、してる生徒もいると思うけども、うん、はいはい、ちょっと4人のゲスト講師登場していただく前に、はいはい、ちょっとね、小森教頭に聞いておきたいけれども、はい、4人、それぞれ、一言で表すと、どんな人？うわーっと、まず、一人目は、はい、まあ、超絶イケメン。おー！一人はね。超絶イケメン。一人は？で、二人目は、メッシュ。メッシュ。うん、おうおう。で、三、はい、人目が、アマーマハンチング。アマーマハンチング。はい。で、四人目が、ダンガリーっぽい。ダンガリーっぽい。あ、うちの職員の。そう、ダンガリー先生っぽい。うん。いや、全部見た目じゃねえか。中身、ハートの部分を教えてほしいのよ。わかんないのよ、ハートの部分。アマーマハンチングって。アマーマ。なんだ、蜂蜜でもかかってんの？なあ。プーさんをイメージしてもらって。プーさんのイメージ、はい、全くないけどな、プーさんのイメージは。そう。俺の、あ、でもまあそんな感じ。感じ。いやいや、それちょっと全然伝わりづらいけども。いや、本人に聞いたら分かってくれると思う。あ、そう、うん。まあでもね、もう、一体、これが誰なのかというね、はい、感じも、もう、講師陣の皆様も伝わってきますけど、はい、ちょっと、生徒の皆さん、お待たせしました。本日の、ゲスト講師は、ジュニアエグザイル先生！よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。じゃあ、もう、お一人ずつ、声をいただいてもよろしいでしょうか。はい、本日、教育実習できましたジェネレーションズの白浜蘭です。お願いします。はい、ありがとうございます。実習なんだ。なかなか言わないんですけどね。結構来てますけどね、アラン先生。いや、ちょっと勉強がたらね、まだその立ち位置なの。いや、もう勉強、もう毎日勉強ですよ。学んでいかないと。いや、ね、素晴らしい精神、はい、ありがとうございます。続きまして、はい、吉野北斗先生です。よろしくお願いします。あ、かわいい。よろしくお願いいたします。かわいいです。ザランページです。はい、ランページです。続きまして、はい、なってみたい動物はチーター、でも今日はティーチャー中島聡太です。お願いします。うるさいな。ファンタスティックスはこういうことやる子です。、はい、俺もうめちゃくちゃ初めましてですけど、はい、うるさかったっすね。うるさくはない。かなりこの子が何ぶっこんでも大丈夫だ。チーターティーチャー、すいません。ーーさあ、最後になりました、かましてください。バリシーコボーイズの砂田正宏です。はい、ありがとう。ありがとう。だいぶやばい、だいぶやばいよね、今の。やばいよね。今のキラーパッティが刺しに行ってるよ。最年少、バリシーコボーイズ。最年少なんですね、正宏先生。ジュニアエグザイルでも最年少です。最年少。うん、
じゃあもう、そう一番弟、いっちゃん弟、はい、いっちゃん下っ端です。下っ端です。水買ってきてもらっていい？はい、買ってきます。あからさまな、そんななかなか今の時代ないぞ先輩というか兄貴感すごいね。兄貴すごい、兄貴だもん、この中に入ったら兄貴です。この間でもファンタスティック先生来た時は、はい、すごいちょ後輩苦手なんだよなってめちゃめちゃやめろここで言うな言うなここで気使うから。そうなんですか、後輩はみたいな。そうだよ、特にこの3人あんま関わりないというか。そんなことないでしょ。そんなことないですよ、ね、そんなことないですよね。そんなことありそう、そんなことありそうだけど、まあ、あの皆さんも本当に後輩ということですけども、はいはい、さっきあの京都が言ったじゃないですか、一言で表すみたいな、はいはいはい、うん、これ自分じゃねえかなみたいな。わかりました、皆さすがにわかるでしょ、ね、まあ、そうですね、超絶イケメン一人は。もう僕からしたら全員超絶だけど、一人はっていう、まあ僕ですね気持ちいい、先生気持ちいい、まあアラン君はもうこれしかないです、超イケメン、本当超イケメン、まあまあ、僕が超絶だからね、超イケメンで、はい、次言ってたメッシュは北斗先生です、まあ、髪がね、髪がメッシュ、メッシュ、メッシュ、ほくろがチャーミングポイントです。いやいいですね、はい、で噂の甘々ハンチングは彼です、ソータ先生。ありがとうございます。いやもうチーターティーチャーしかもう頭にないんですよ俺はでダンガリ先生がマサヒロ先生です、はい、うん、確かに確かに、ね、今日ダンガリ先生、はい、髪の毛多分結んでるのを外したらもダンガリ、うん、そんなことね、はい、ダンガリ全然似てないです、はい、ということで、はい、皆さん今日は先生として2時間授業していただきますので、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今夜も開講ということで、もう、はいはい、カヌイン生徒はもうこの後何が来るか分かってると思うけども、はいはいはい、そう、新曲を初解禁、ラジオネームハニーアップルいくぞ。ジェネレーションズ&ザ・ランページ、オルタネイト・ディメンション。汚しようとも心が
げえ、俺バトルオブ東京の曲ってすごいゴリゴリのかっこいい感じのイメージがめちゃめちゃあったから、はいはいはい、すごい爽やかで、なんかめちゃくちゃ胸がワクワクするような、この世界でなんか明日どうなってしまうかわからないような、こういう日常の中ですげえ、この電波、ラジオの電波飛び越えて、いつだって愛に曲を届けてくれるような、この爽やかな前を向かせてくれる曲で、すごい新鮮でしたね。どうですか、アラン先生。いや、なんか本当にもうおっしゃったように、結構バトルオブ東京ってすごいゴリゴリかつ、そのもう音数も多いような曲が多かった中で、まあやっぱりずっとカレーライスとか焼肉ばっか食べててもダメじゃないですか。そうですね。たまに、たまにはね。これはもう、まあ、最後に出てくるようなメロンソーダかのような曲だなっていう。ああ、わかりますね。メロンソーダっぽい。スイーツってこと、食後の。スイーツですね。スーッと。喉も潤すし。はい、そう、潤す。まあ本当にちょっとね、80s 感もありながら、懐かしいビート感とメロディーで、ドロップも爽やかで。すごいいいなと思いますね。ね。ねとか言ってるけど。共闘だよね。そうそう。危ない。すごい危ない。すごいいいこと言うの、白浜先生は。何言うんだろう。アラン先生、ね。アラン先生はすごいこと言う。うん、なんかすごい、タメ口気をつけて、ねとか言ってゲストコースだもん。ゲストだゲストにタメ口聞いちゃったわ。まあちなみに今日ね、はいはい、2時間のどこかでもう一曲、はい、新曲の解禁もあるから、生徒のみんな楽しみに待っててほしい。6月23日水曜日にリリース。バトルオブ東京、タイム4、ジュニアエグザイルより、ジェネレーションズ&ザ・ランページ、オルタネイト・ディメンション。以上。スクールオブロック、ブルボンがお送りします。未来の鍵を握るレディオ、スクールオブロック。ちょっと待って、なんで、そこ間違えるってなんで俺1年半ぐらいやってて、やってるよね、初めて間違えたんですよ。うんうん、あまりにも、ま、そう、ほんと、なんで間違えた、わかんない、なんかすごい。俺も、ああ、言って、左脇腹。マッサン、それはダメだよ、俺やってないません。マサイロ先生殴っちゃダメだよ。俺だいぶ年上ですけど、ちょっと脇腹はやめてください。そうですよ。ごめんなさい、ちょっと気を取り直してね。未来の鍵を握る。いい加減にしろよ、お前マジで。ああマサイロ先生、ダメですよ。校長、いい加減してください、ほんと。そうだよ、いい加減に。怒られてるよ。あ、すまね。若いんだから。未来の鍵を握るレディオ、スクールオブロック、校長の坂田です。ロックのスペラー LOCK、共同の小森です。そして、ジェネレーションズの白丸です。ザランページの吉野北です。ファンタスティックスの中島聡太です。バリスティックボーイズの砂田マサイロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、先ほどね、はい、今月リリースされますニューアルバム、バトルオブ東京タイム4ジュニアエグザイルから1曲、はい、早くも初解禁させてもらいました、はい、もうこのジュニアエグザイルというグループについて、もう理解度、日本でも指折りと言われてます、小森京都に、はいはいはい、まずジュニアエグザイルについてちょっと説明してもらおうか、いやもう任せてくださいよ、はい、ジュニアエグザイルとはエグザイルに憧れてエグザイルを夢見てアーティストを目指してきたエグザイルドライブの新世代がジュニアエグザイルと呼ばれております。ジュニアエグザイルはジェネレーションズ、ザ・ランページ、ファンタスティックス、バリスティックボーイズからなるグループです。これ北斗先生合ってますよね。もうバッチリですね。ありがとうございます。完璧でございます。ありがとうございます。すごいシンクロしてんだよな。さすがだな。まあそしてね、バトルオブ東京についての理解度も、はいはい、日本で飛ぶ鳥を落とす勢いと言われてるというか、はい、もう落としまくっている。はい。もう教頭に説明してもらいましょうか。わかりました。任せてください。バトルオブ東京とは LDH が創造する次世代総合エンターテインメントプロジェクトのことです。2019年にジェネレーションズ、ザ・ランページ、ファンタスティックス、バリスティックボーイズの4チームで総当たりのコラボバトルで開幕しました。今年に何このリアルとバーチャルを横断融合して、架空の未来都市、超東京にメンバー総勢38名のアバターが集結しまして、リアルでも、超東京でも現在バトルを繰り広げております。これ、ソウト先生、合ってますか？バッチリですね。ありがとうございます。すごくない？超東京、ちょっとすごいっすよね、マサイロ先生。でしょ？でしょ？自分らでもそんなうまく説明できない。確かに。次世代総合エンターテインメントプロジェクトに出てこない。このスピード感で。そうだよ、次世代総合エンターテインメントプロジェクトだから、これ。さすがでございますよ。まあこのニューアルバム、はい、バトルオブ東京タイム4ジュニアエグザイルが6月23日水曜日に、リリースされますけれども、
ソータ先生、このアルバムはどんなアルバムになりますか？そうですね、今まではこうバトル曲とかでコラボ楽曲が多かったんですけども、うん、今回それぞれのグループの1曲を出してて、うん、こう色も出てるし、うん、あとライブ映像が幕張で4日間行われた、うんうん、あのライブ映像も入ってるので盛りだくさんのアルバムになってますね。これはもう素晴らしい、生徒のご褒美と言っても過言じゃないんじゃないですか？過言ではないですね、これバトルオブ東京の世界観1枚で楽しめるものになっております、うん、全部言ってくれる、ありがとう、ありがとうございます。完璧。それではジュニアグゼス先生、この後も引き続きよろしくお願いします。お願いします。スクールアウトロック。父さんは朝食後にゆったりと、母さんは上品なコンポート皿に盛り付けて、妹は嬉しそうに両手に持って、僕はそんな家族と一緒の時間に、ルマンドと家族で優しいひとときを、ブルボン、ルマンド。あなたは今どんな笑顔を思い浮かべましたか？想像力を地球を残す力に、世界で決めた持続可能な開発目標 SDGs を応援します。東京 FM。 一つの家にずっと住み続ける、古くなれば愛情を込め手を入れて、住み続けたいと思える街はそんな家の集まりなのだと思う。リフォームならジャパンホームバンド。はいどうも。おい知ってるか？何よ。スマホでラジオが聞けるって。あ、知ってるよ、ラジコだろ。甘いよ。ん？スマホで FM ラジオが聞ける、それがラジスマ。ラジスマ？ FM ラジオならインターネット回線を使わないから、うん、パケットだって使わないんだよ。へえ。おまけに使う電力も少ないから災害の時に便利なんだ。そんな今みんな知ってんの？だから俺が今宣伝してるじゃないか。ラジオ付きのスマホいいね。じゃあおまけにさ、非常食と毛布もつけてくれよ。いや言いがけにしろ。ラジオとスマホが合体、ラジスマ。民放ラジオのおすすめです。放送作家の鈴木治です。ザランページの陣です。今週金曜お昼12時からのジャンプアップメロディーズトップ20スペシャルウィークのゲストはハリセンボン近藤春菜、トークもすごいピアニスト清塚信也さん、再ブレイクもう中学生、ザランページのメンバーも遊びに来ます。ジャンプアップメロディーズトップ20は金曜お昼12時から。スクールオブロック。さあ授業のテーマ発表ね、はいはい、ちょっとまだだったからもう早速発表しましょう。はいそうですね、今夜ジュニアエグザイル先生4人を迎えてこの授業テーマでお届けしていきます。ジュニアエグザイルベストアンサー。今日はですね、生徒のみんなから4人に相談したいことを大募集です。相談内容は部活、夢、恋にまつわることでも友達との悩みでも何でも OK。 学校掲示板もしくはメールに相談事を詳しく書き込んでください。もしかしたらジュニアグザル先生と電話で直接相談できたり、はいはい、4人全員からアドバイスがもらえるかもしれない。あら、そうですか。校長、これはあれですか、4人がアドバイスして4人の中からベストアンサーを決めるって形でいいんですかね？そう、今日は4人にアドバイスをしてもらいましてですね、はいはい、生徒にベストアンサーを決めてもらおうと。これは緊張しますね。なるほど。そしてヨドンヌベストアンサーに選ばれた先生のグループの曲がかかります。おお、そういうことか。そういうことでございますよ。ってことはね、もし一人がいいアドバイスをずっとし続けたらそのグループの曲しかかからないってこと？いや、もう本当その通り。え？だからもうバリスティックボーイ先生だけかかり続けるってこともあるの。なるほど、それはちょっと嫌です。なんでやねん、バトルですか？バトル。それボディアッパー案件ですよね。いや、来ないと思う。あの教頭にやったらその後がね大変だから。ちょいちょい出すんだよな兄さんみたいな、ね、でも逆にいいアドバイスができないとそのグループの曲は一切かからない、うん、そういうことになりますと。バトルや、これはバトルや。まあアドバイスバトルですよこれは ね、 いいですね。どうですか皆さん、自信の方は？まあやっぱり、まあ生きてきた年数が他の3人よりかは長いので多少なりと。でもこの中じゃもう一番年長っすよね。そうですね、最年長。今日はちょっと真面目に言ってもらいたいの、アラン君には。いや、いつも真面目だよ俺。いや、いつものちょっとその面白スイッチはなしで。面白スイッチなしで、なしで、ガチで言ってほしい。ガチな方ね。今日はね、わかりました。はい、なんかすごい、なんか教頭だよね。教頭だよ。
すごいなんか、ひいきがすごいんだよ。ないよ、ひいきは。いやいやいや、ジェネ先生に対してのひいきが半端ない。ないないない、アトムさんにも頑張るね。おい、雑いっすね。雑いよね、まとめたよね、今。頑張るよね。はい。頑張るよね、今日。頑張りますけど、自信はありません。なんでね。あれ、なんで急に。いや。なんだろうトークが苦手でも初めて聞いた。でもまあハートでね答えれば別にそのトークの技術なんて関係ないですから、まあ間違いないですね。生徒正弘先生もねちょっとやっぱ気合い入れてちょっと最年少ですけどね、マジでバトナーで勝ちに来てる。あ、これはもう京都バリスティックボーイズじゃないですか今日は。いやいや無理です、一曲もかけさせません。バリスティックボーイズの曲はやめてください。うわ、先輩風がもうビュービュー吹いてる。そういうこと。そうだぜ。先生はどう。もう僕ポジティブなんで何でもプラスの言葉できるんじゃないかなと思ってます。頼もしい。角度違いそうだな、ソータ先生のアドバイスはね。これだからもう今日はとにかくね、生徒のみんなからジュニアエグザル先生に相談したいことを学校掲示板に書き込んでほしい。学校掲示板へのアクセスはスクールオブロックの公式アプリもしくは公式サイトから、アドレスは www.tfm.co.jp/ロック、 www.tfm.co.jp/ロック。ロックのスペルは LOCK。 ファックスは東京03-3221-1800、東京03-3221-1800。ハッシュタグカタカナスクールオブロック、そしてハッシュタグバトルオブ東京でもたくさんつぶやいてください。それではジュニアエグザイル先生、この後10時35分頃ぐらいからまた授業の続きをよろしくお願いします、はい、お願いします。よろしくお願いします。さあみんなお待たせ、ここからはスクールオブロック女子クラスの時間。急に静か。今週はねナナッチこと、はいはい、森ナナちゃんが投稿。さあナナッチです。ナナッチです。新たなノリをね出してきたからね、森ナナね。ナナッチ、ナナッチ、あ怖い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 。変なノリがね、ナナッチの変なノリが映ってきてるけども教頭に。今夜は恋愛部掲示板に初潜入ということで、うわやば、恋する生徒に逆転して、やばやばやば。さらに今週は放送のどこかでナナッチから直筆メッセージ&サイン入り色紙のプレゼントもある。うわ楽しみ。ということで、ナナッチです。ナナッチです。ナナッチです。ナナッチは今日飛び出すのか。森ナナちゃんのガールズロックス、スクールオブロック、ガールズロックス、ガールズロックス。生徒の皆さんこんばんは。登校2日目、森七です。さてこのスクールオブロックにはいろんな部活動がありますが、今夜は恋愛部の部活動に参加したいと思います。恋愛部というのはその名の通り、恋愛に悩む生徒が相談の書き込みをしたり、みんなの恋愛話で盛り上がったりする部活動でございます。本当の学校にもこんな部活あったら楽しいですよね。でも中学生の時に私美術部だったんですけど、本当に喋る部活でしたね。喋るための部活でした。まあ真面目にやってる方もいたんですけど、私はねよくそのね女の子の友達がいっぱいいたので、その子たちと喋りに本当に毎日部活に行ってすごい楽しかったです。でもねやっぱこそこそやってたので、それを先生来たらこう慌てて筆握るみたいなことやってたので、堂々とねこういう恋バナ的なのできるのはすごいいいですよね。では今日は恋愛部の部活動に参加していきましょう。鳥取県15歳女の子、ラジオネームキキさん。森七菜さん、はじめまして。はじめまして。私は4月から高校1年生になりました。ですが好きだった人に中学校の卒業式で告白できず、今でもモヤモヤとした日々を過ごしています。森七菜さんだったらどうしますか。人生の先輩として意見聞かせてください。おー、なるほど、告白できなかったんだ。そうか、乗れるかな。ちょっと頑張ってみましょう。私のあの19年、もうすぐ20年を生かせるような経験そんなないですけど、まあ、頑張ってちょっとやるね。皆さん一緒に考えましょう、キキちゃんのために。それでは電話していきましょう。もしもーし。もしもし。あ、もしもし、こんばんは。こんばんは、森七菜です。はじめまして。はじめまして、書き込みありがとう。じゃあちょっと早速あのお悩みの方を聞いていってもよろしいでしょうか。はい。あの好きな人がいたんだけど
中学生の卒業式に告白できなかったんだね。はい。それはやっぱ今でも好き？はい。ああ、やっぱそうよな。はい。だと卒業して多分2ヶ月3ヶ月経ったのかな。はい、そうですね。だけど今でもその子とは関わりはありますか？学校が別々になってしまって。そっか。LINE とかだけで今は直接会うとかは全然なくて。そっか。でも LINE はかろうじてできてるだね。はい。じゃあそれは結構続くの？でも結構最近とかでも毎日続いてます。うわー、最高じゃないですか。楽しいね、毎日。でも寂しいよね、やっぱ好きな人に会わないと。はい、で、その人はどんな人なの？結構明るくて、うん、誰にでも平等に接する人で、はい、親父ギャグとかが結構多いけど、うん、みんなからは結構頼られる人です。へえ、素敵な人だね。こうなんていうか、お姿はどんな感じ、誰に似てるとかある？小柄な松本人志さんみたいな感じで。はいはい。待って待って、想像でしにくいな。でもさ、もうまさにそんな感じなんだ。小柄な松本人志。ちょっと髪型が結構似てるのと、うん、貫禄があるんだなと。最高ですね。それはもう続婚だ。そっか、じゃあ、その、ここに告白したくって、はい、でも卒業式で告白できなかった、なんかタイミングがなかったの？言葉ので言うのはちょっと自信がなかったので、その紙に書いて持っていくまではしたんですけど、タイミングが全然つかめなくてそのまま帰っちゃってそっか、はい、悔しいね、それは。はい。まあでも、これから近いうちに告白してっていう想像はしてる？したいなっていう気持ちとかはまだ全然あるよね。したいなとは思うんですけど、もう2ヶ月ぐらい会ってなくて、急に呼び出すのもちょっと勇気があんまりなくて。そっか。じゃあちょっと、相談、お答えタイムにちょっとどんどん入っていくね。はい。ちょっと頑張って。お答えする。お願いします。よし。じゃあ、その人と共通の友達とかはいる？あ、います。いるんだ。はい、女の子？男の子？女の子です。あ、そっか。じゃあさ、はい、ちょっと今、流行りのリモートご飯とか、はい、そういうの誘ってみるっていうの、まずそっから行くのはどうかな？ああ。いい感じ？でも、うん。その子と3人のグループがあるので、ちょっと、いいんじゃない？はい。なんかさ、いきなり、それをしなくても、いきなりもう、グループのテレビ電話かけちゃうとか、はい、暇だから、みたいな感じで。で、はい、その子には、ちょっとね、彼が、この、もしラジオ聞いてたらあれだけど、その子には、はい、好きなことは言ってる？いや、言ってます。あ、言ってる？じゃあ、はい、もう打ち合わせしちゃって、はい、ちょっと、途中で、犬の散歩かも、買い物かちょっとどっか行って、もらって、はい、二人きりでこうテレビ電話しつつ、そうお互いのね、やっぱ顔を見ることってすごいなんかこう落ち着くし、合ってる気分きっと味わえるから、はい、なんかまたそこでちょっとずつ仲良くなれたらいいなって思ったりもするけど、どうかな？いいと思います。いいと思う？はい、ちょっとその子にもさ、なんかそういう相談もしてみたら絶対協力してくれるから、はい、やってみてほしい。はい、ありがとうございます。そうそう、そしたらいつか勇気も出る時も絶対来ると思うし、もしかしたら、はい、こう、向こうも同じ気持ちかもって自信が生まれる時が来たらいいね。はい。キキさん、すごく、声も素敵だし、可愛い方だから、きっと大丈夫だと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい。もしね、なんでいきなりテレビ電話してって。言われたりしたら、もうもしあれだったら、もう森七菜のせいにしていいんで、はい、全部、リスクを私背負いますので、勇気出して頑張ってね。
はい、ありがとうございます、うん、結果報告も待っております。はい、送ってください。はい、ありがとうございました。頑張ってね。ありがとうございました。はい。嫌いなところがないわけじゃないの。直してほしい。歌ってる曲はコレサワさんで、この恋はスクープされないです。素敵な曲ですね。なんか恋話した後にこの曲聴くと本当浸っちゃう。そうなんです、今日は生徒の方とお電話でお話をしていきましたが、やっぱいいですね、恋バナっていうのは。すごく心もときめくし、恋っていうものはやっぱり人とは切っては切り離せないものなんですね。なんか世界がきっと鮮やかに見えてるんだろうなって思いましたね。また恋愛部の活動に参加させていただければと思いました。ということで、私とはまた明日。ガールズロックス2週目担当のポリナナでした。ナナッチも恋バナ。ナナッチ、本当に恋バナね、生徒とももちろんこうして寄り添ってもらうのはあるけど、この終わった後に一緒に曲を聴くこの時間が、わかる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 、またいいよ。これさ、先生が本当にピンポイントのね、気持ちをもうこう伝えてくれるけれども、そうですね、うん、すごい良かった。荒ぶらずに教頭がこの恋バナのあれ感じでも、いつもだとわーっとテンション上がっちゃうから、上がっちゃう、相当上がっちゃう、上がっちゃうんだけど、うん、なんていうの、やっぱ女子クラスには入れないじゃない。まあ男子禁止やから乗り込みたかったけど、電流流れちゃうんで。ですよね。でもやっぱ最後言ってたじゃん、はい、恋って人とは切っては切り離せないものなんですねって、うん、マジその通りだと思う。そうね、まあ相手がいることにはね、もう恋とは落ちないからね。そうそう、だから自分一人じゃ恋ってできないから、やっぱり、うん、誰かを思うその気持ちが恋につながるわけじゃない、うん、今日このまま授業続けてもいいかな、この恋について。ちょっとお仲間がいるんで。あ、はい、待ってるか。待ってますんで。いきます。レアブ掲示板もね、みんなどしどしね、はい、書き込んでほしい。そして今日もプレゼントのこと言ってなかったから、た、うん、明日もしかしたら明後日発表か、はい、ちょっとこれはね、生徒の目のとにかく毎日聞いてほしい。七千子と森七菜ちゃんは明日もとこ。水川あさみです。ポテトチップスって2、3枚まとめて食べますけどね、じゃがいも心地は1枚1枚ですよ。ほら、分厚いザクザクの奥にかすかにホクホクがいるでしょ。ほら、おったじゃがいも心地でいきましょう。小池屋。スクールオブロック。東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック。明日水曜日の生放送教室にはトレンディエンジェル斉藤先生が来校。
高校時代に友達がいなかったというトレンディエンジェル斉藤先生とお送りする授業テーマはいじめでしんどい君へ。今しんどい思いをしているという生徒はぜひ学校掲示板やメールから相談メッセージを送ってきてほしい。あげるロックのスペルは LOCK。 そしてあさって木曜日は七森先生が生放送教室に初登場。過去に2度ストップリロックス七森相談室を担当してくれた七森先生が初めて生放送教室にやってきます。京都の小森です。さあそしてお待ちかね、今夜の生放送教室にはジュニアエグザイル先生を迎えて授業をお届け中。よろしくお願いします。改めてちょっとお名前をよろしくお願いいたします。ジェネレーションズの白浜アランです。はい、ザ・ランページの吉野久人です。ファンタスティックスの中島壮太です。はい、バリスティックボーイズの砂田正宏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すごいですよ、あのハッシュタグカタカナスクールオブロック、そしてハッシュタグバトルオブ東京で攻めてくれているアイリー、はい、もうトレンド入り。おお、なんかトレンド入りしました。トレンド入りしました。J-POP トレンド、ありがとうございます。嬉しい限りですね。嬉しい限り。スクールオブロックもね、こういう風にもうみんなに聞いてもらってね。日本人が集まることなんてなかなかないんじゃないですか。ないですね。あんまりだからこの空気感がちょっとまだ掴めてないもん。原先生でもですか。はい、まだ掴みきれてないんで、今日の時間をね、今日のこの放送を通してちょっと掴みたいなと思います。まあなるほど。なかなかやっぱね、緊張する部分もあるんじゃないでしょうか、後輩の皆さん。後輩チームはね。マサル先生どうですか。僕らとかはなんかラジオとかもあんまり経験がないので、わあ可愛い。だからちょっとまだ緊張します。ちょっとほぐしてほしいけど。嘘じゃない。嘘やん。嘘でしょ。いやいや。緊張してますよね、マサヒロ先生。しますよ。あ、また先輩。やばいやばい、怖い怖い。やめなよ。マリに厳しいな。そういうなんか好感度を持ってこうとする感じ。すげえ嫌な先輩だね。ここぞとばかりに吹かすんだよな。まあでもせっかくね、こう代表してね。そうですよ。よく来ていただきまして。送りていただきたい今夜の授業テーマはジュニアエグザイルベストアンサー。よよよよよよ、今日はもうよでございます。はい、生徒の相談に答えてもらい、生徒がベストアンサーを決定。ベストアンサーに選ばれたゲスト講師のグループの曲がかかります。はい、これはね、本当いろんな意味で責任重大ですから、北斗先生気合入ってますか。いや、もうランページのためにもちょっと頑張りますよ。俺チームグループを背負って、はい、入ってますね。気合が九州男児なんで。あ、かっこいい。あ、そうですよ、九州男児なんですよ。やるときはやりますよ。おー、うちの校長も九州男児。宮崎です。あ、宮崎地鶏が美味しかったですよ。美味しいんですよ。僕は福岡ですけども。福岡、あ、いいですね。僕だって四国男児ですよ。四国男児。四国はうどんがつるっとね。あの、ここ、あの、ソーダ先生と大阪です。大阪男児。大阪男児。あ、たこ焼きでんねんですね。たこ焼きでんねんですよ。ソーダ先生は僕大阪だよね、大阪でね。はい、あ、大阪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 。あ、すごい、でも西なんだよな。めっちゃ西で。あ、そうですね。京都三重県だし。めっちゃ西なんだ。西の6人でね、ちょっと届けたいと思いますけれども。はい、頑張っていきたいと思いますね。早速じゃあ行きましょうか。はい、静岡県16歳ラジオネームつむむむつむむむ。私には好きな人がいます。お。インスタの DM で会話しているのですが、ゆくゆくは一緒にデートに行きたいです。そこで先生方にはデートに誘う言葉を教えてほしいです。よろしくお願いします。ということで行きましょう。もしもし。もしもし。校長の坂田です。教頭の小森です。そしてジェネレーションズの白浜蘭です。ザランページの吉野久人です。ファンタスティックスの中島壮太です。バリスティックボーイズの砂田正宏です。静岡県在住16歳ラジオネームつむむむです。つむむむ、ありがとう。すごい、もう先生たちが代表して言うからすごい圧がすごかった。圧すごいよね。こんだけ横文字と漢字が混ざることもなかなかないからね。つむむむ、16歳、学年聞いてもいいか。高2です。よっしゃ、行きましょうか。中2高に当たって砕けろ、突っ走れ。おー、よく言った。さすがのアタジェネのね、儀式がありまして、はい、中二高二とはね、あの、こういう儀式があるんですよ、はい、素晴らしかったよ、つむむむ。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。うん、そしてね、もうちょっと4人ね、先生おられるけれども、はいはい、相談したいこと、さっき好きな人がいるということなんだけども、ね、はい、ちょっと詳しく聞いていってもいい。はい、うん、おとといの、うん、おととい文化祭があって。おお、文化祭。おととい文化祭。うん、そこで違うクラスの男子
カに、うんうん、ほぼ人生初の一目惚れをしました。ノリがノリがやばい、先生なのに取り乱してる。人生初の一目惚れ。はい。え、それはもう全く喋ったこととかも関わりはなかったの？本当に全く関わりがなくて、うん、その文化祭で初めて見たみたいな。あ、いいじゃない。え、何をしてるとこ見たの？ちなみに文化祭で、え、なんかそのクラスがアトラクションみたいなのやってて、うん、それでキャスターを押してて、うん、かっこいいなって思って、うん、おー、一目惚れしました。そういう準備の段階でもそこですごいもうビリビリってきたってこと？そうです、もう電撃が。電撃がそんなに。これさ、でも一昨日の話なのにさ、さっき書き込めんだけど、もう DM 送ってるんでしょ？確かに。あ、送ってます。積極的。うん。え、どうやって？え、その友達が知り合いで、あ、共通の、うんうん、そこから DM をして、あちゃー、あー、それはじゃあ DM のやり取りは続いてる？あ、今も続いてます。はぁ、なるほど。さっきまでしてた。はぁ、それでまあちょっとデートに誘う言葉をということね、はい、そうです。そういう経験はつむむむ、自分からこう誘うみたいなのはない？え、もう一切なくて、うん、これが初めてです。ほぼ。なるほど、なるほど、初めてちょっと自分からデートを誘う言葉をちょっと、ね、ジュニアグゼル先生にちょっとだけ彼の情報を教えてほしいな。そうですね、確かに。サッカー部です。おー、サッカー部。うちサッカー部多いのよ。多いね。今日。オッケーオッケー。うん。見た目はどんな感じなの？え、なんか、明るくて、うん、かっこいい、かっこいいです、すごく。あー、超絶イケメンの可能性ありますよ。あー、うちもいるのよ、超絶イケメン。じゃあちょっと、皆さんにアドバイスを早速ね、いただきましょうか。先生たちに、そのデートに誘う言葉を、ちょっと聞いていきたいなと思いますけれども、じゃあ行きましょうか。ここはじゃあ行きましょうか。正弘先生から行きましょうか。正弘先生から、はい、あのインスタの DM っていうところで、うんうんうん、まあ、珍しいじゃないですか、うん、でなんかやっぱインスタにこう載せてあるいろんな投稿で行ってる場所とかに、あそこいいね、一緒に行きたいみたいな。なるほど。うわ、うまい、うまい、めちゃくちゃうまい。私も行ってみたいみたいな、うんうんうん、はいはいはい、いいね、ちょっとこれはいいですね。かぶったな。いいかも。かぶってますね、僕完全に。嘘、それはもう変えていただきたいですね。すみません、やってしまったな。なるほど、じゃあ続きまして颯太先生いきましょうか。あ、かぶっ、まあ、か違うやつにします。じゃあ頑張ってほしい。え、サッカー部のポジションはどこなんですかね？ゴールキーパーです。わ、次元。なるほど。うん、ちょっとか、ほんとかぶってたんで、ちょっと考えますね、今。はい、じゃあ、一旦飛ばします。すいません。一旦ね。はいはいはい。じゃあ、僕は、あえて、何も助言しません。お、わ、めっちゃ怖いこと言ってる。それはなんでかというと、やっぱり、本当に好きな人に、そういう思いを伝えるわけですよね。うんうん、その思いを伝えるのって、やっぱ自分の気持ちじゃないといけないんですよ。はあ、だから、僕らが、言った言葉をそのまま言うっていうことはちょっと僕は違うんじゃないかな。なんでそれ。もう3番目4番目言えないじゃないですか。千人みたいな息からのアドバイス。いや、ね、だからもう自分の思ってることを言えばいいんですよ。あ、それで失敗してもその失敗が成長につながるんです。うわー、北斗先生はお侍さんスタイルですね。なるほど。ではじゃあまずはガツンと決めていただきましょうか。はい、頼みますよ、リーダー。はい、まあ、僕が、え、ちょっと、そう、リーダーって言っちゃってるけど。頼む頼む頼む、リーダー。まあ、やっぱり、はい、あの、DM でメールステージのやり取りするじゃないですか。はいはい、やっぱり、絵文字、はい、文字の自分が打った文章の最後には、はい、必ずサッカーボールの絵文字をつける。そしてですね、ゴール！あの、デートに誘う歌い文句としては、あなたはいつも普段ボールを転がしてるけど、次は私にあなたを転がさせてくださいって送ればもう完璧です。うわー、手のひらで転がすみたいな、そういう、うわー、でもここで一歩大人になるという意味ではそのアドバイスすごくいいかもしれないですね。そうです、あのちょっとギャグっぽく持っていく方がやっぱり、ね、そうだよね。ちょちょちょ、愛の手多いな京都。愛の手、アラン先生の助けてる感、全然そんなことない、助けてる感半端やないけど、はい、では回ってまいりました、ソト、はい、先生、はい、まあやっぱシンプルに男の子って言われると嬉しいじゃないですか。まあね、だからもう会いたいです。で、
ここのカフェに行きたいので一緒についてきてくれませんかっていう、もうなるほど、わかりやすく、まあ、普段ゴールキーパーやってるんで、こうボールはキャッチしてるんで、うん、その時カフェでその男の子の言葉をキャッチしてあげたらなって思います。つむむむがつむむむがキャッチして、うん、逆にね、こっちがね、はいはい、めちゃくちゃサッカーに絡めてくるな、皆さんのアドバイス。さあ、ということで4人のアドバイスの中から1つ決めてもらいたいんだけど、どうだろう、つむむむ、決まったかな。じゃあちょっとまとめてみるけども、まさひろ先生がまあ DM でね、私も行っていいというふうに伝えるということで、うんうん、はい、そうた先生はもう会いたいと自分の思いを正直に、はい、そして奥人先生も、自分の思ってることを話すと、あ、じゃあ北斗先生が自分の思ってることを話すと話す、はい、いうことで、アラン先生はもう絵文字でサッカーボールと言うけれども、はい、ちょっと4人のアドバイス中からそっちメイン一つを大丈夫かこれ決めてもらいたい。大丈夫かこれ。さあ、つむむむ、はい、じゃあベストアンサーの発表をよろしくお願いします。ベストアンサーは白浜先生。よっしゃ、よっしゃ、ガンガン転がしていこうぜ。ブルブル、選んだ理由は、相手がちょっと冷ための DM なので、そのギャグを言うことによってもっと仲を深めていきたいなって思いました。なるほど、なんか素敵ですね、はい、すごい、向こうの性格も考慮してのアドバイス。そうだった、見えてたんでしょ、はい、見えてました、ね、これはあの僕の経験でもあります。うわ、さすが、やらしいです素晴らしい。じゃあちょっとな、つむむむ、はい、アラン先生のアドバイスをもとにちょっとアタックしてみてくれ。はい、応援するからね、頑張ってください、頑張ってください。街を駆け抜け川の欄に染めた情熱止まって飛ばされるほど溢れる Curious 燃え上がるレプリカじゃない My World 天変万化のステップ音速のスピードで狙い定め逃さず奪い去る学びたことのない道へのバーチャルじゃない君の声感情でアクセスタイム反応をシェアしていたい恐れずに飛び込む Tonight We are so Liberation と放つのさ心を突き動かすちょうど Liberation 目覚め始めた胸が音を立て加速していく好きに照らさない Still up, still up now 頼りよりも自由にない踊るんだこの手で掴む We are in the future 輝き出した扉を開けるさあ、かかったよ、これはジェネレーション先生の楽曲がね、うん、かかったよ、すごい、なんかすごい満足げなんだけど、満足とかじゃないよね、だって多分てかもう普通にリーダーって呼んでたし先生のことを言ってましたね、言ってたよね、はい、おっしゃおらまずい、いやいやいや、よっしゃおらとかまずいよ、本当にちょっと待って、俺に睨むのは違うよ公平に行きたいけど、これ公平でしたよね、でもでも公平公平、マジっすか、はい、なんかサッカーボールの絵文字すごい綺麗にゴールはしたけれども綺麗に点が決まってよかったですね、決まった部分もありましたよね、でもみんなの良かったっすよね、良、うん、かったっすよね。改めて正弘先生、ちょっと正直一番目にめちゃめちゃいいアドバイスでしたからね、うん、僕絵文字より絶対勝ったやろと思った正直ね、正直 ね, 正直ね、だって相手のねインスタを見て相手の特徴だったり趣味を分かった上でこうアプローチするって俺なんかすげえ一番良かったんだけど、いやー、悔しいですね、まあでも選ぶのはさ、そうですね、ね、まあまだまだ青いなっていうことで、青いなどうでした北斗先生、いや結構いいこと言ったっすよね、いやちょっとね千人すぎたかもしれないですね、まあそうですね、ちょっとまだ若いんだよね、あえて言いませんとか言っちゃってたもんね、そうですね、まあでもね、ソータ先生もすごい被ったとは言ってましたけど、ね、あれちょっとプレッシャーあったね、でもね、ちょっと被っちゃいました、ね、
でも非常にいい言葉言ってましたよ。ゴールキーパーで向こうキャッチしてるから、はい、今度はこっちがキャッチしてあげる番組、キャッチをし合うというね。めっちゃ良かったっすよね。うん、邪魔刺さってなかった、ね。まあ手法としては俺の転がすと同じ手法で。だからまあ結果全部被ってるんですよ。全部被ってる。みんなと思いが一緒というところもあるかもしれないとね。すごい、もうでもちょっと角度がみんなちょっと違いますからね。アドバイス。すごい生徒のみんなもねすげえ参考になると思うし、この今聞いてね恋してるという生徒たちもねちょっと実践してほしいと思うしね。そうでもやっぱり喜んでくれてる生徒も多いですよ、ハッシュタグスクールオブロックで。やっぱり白リバーがね、白リバー、アラン先生よくやった、ありがとうございますいやいやそれ読み上げなくてもそれを別に、いやそうでしょ本当に。あでももう使ってくれてる子いるもん、ハッシュタグもうあのアメノかな、アラン先生こちらですねって言ってサッカーボール飛ぶ。ああそうそうそう、あなるほど。あのねサッカーボールの文字って可愛いのよ。これ以上可愛いよね。可愛いのよね。あでも M もね、はい、ハッシュタグスクロールロックで、M、あえてアドバイスをしないという北斗くん。はい。あ前でもね。あれ。あれ違う違う。すごい態度ちゃう。まあなんか不服だな。ちょっとね。でもちょっとねまだまだちょっと皆さん行きたいですね。相談に乗ってもらいたいと思いますし。はい。次は一体ね誰がアドバイスバトルかって、どのグループの曲がかかるのか、これ楽しみにしていてほしい。まだまだ相談事学校掲示板に待ってます。学校掲示板へのアクセスはスクールオブロックの公式アプリもしくは公式サイトから、アドレスは www.tfm.co.jp/ロック、 www.tfm.co.jp/ロック、 ロックのスペルは LOCK、 ファックスは東京03-3221-1800、ハッシュタグカタカナスクールオブロックでみんなからの感想も待ってます。それではジュニアエグザイル先生はこの後11時30分頃にまたお願いします。お願いします。お願いします。ジェットストリーム、機長の福山雅治です。以前のように旅を楽しむにはまだ少し時間がかかりそうです。そんな今だからこそ世界に思いを馳せながら旅の物語と心を豊かにする音楽とともにイマジネーションの旅へ出かけましょう。月曜日から金曜日までの毎晩午前0時よりあなたのご登場をお待ちしております。めぐみとしあきです。あなたは毎日どんな挑戦をしていますか？毎週土曜日午後3時30分からの東京海上日動チャレンジストーリーズ、人生は挑戦であふれているでは、様々な世界で挑み乗り越え成し遂げているスペシャリストにお話を伺っています。あなたの決意を後押しする言葉がたくさん、ぜひ聞いてください。ついにジェイミーが日本にやってくる。イギリス初の大ヒットミュージカル「とびきりポップ」にこの夏日本人キャストで上演。ミュージカル「ジェイミー」東京 FM 主催で8月8日から29日東京建物ブリリアホール、チケット好評発売中。詳しくはホリプロステージで検索。広瀬アリスです。ラジオお聞きの皆さん、最近歩いていますか？毎週土曜日の午後2時55分からは私と一緒にお散歩しませんか？日清 MCT オイルプレゼンツ、広瀬アリスのお散歩日和。公園、商店街、美術館に河川敷など、たまに寄り道をしながらのお散歩タイム、歩くのって楽しいですよ。番組にメッセージを送ってくれた方には抽選で日清 MCT オイルのプレゼントも。東京 FM 土曜の午後2時55分からは日清 MCT オイルプレゼンツ、広瀬アリスのお散歩日和、聞いてください。Attention everyone! Mame Shiba locks! Sorry. Mame Shiba no Typhoon!の皆さん、ワンワンワン、スクールオブロックの飼育小屋の子犬、豆柴のタイガーです。今日は相方スパイと三重エンジェルの2匹でお届けします。大丈夫ですか？今週の豆柴ロックスは走れ豆柴ウィーク、イエーイ。
校長からの指令で走れ豆柴のサビがかかっている間、全力で走った子犬だけが餌を食べられる週です。え、花江と校庭を爆走してたやつのね。あれ今日もやるってことですか？え、私毎日参加なんですよ。本当にさかった校長、ちどいちどいね、ちょめんちょめんちょめんね。それさかった校長に言われたいな。ちょめんはなんでだよ、みゆきでいいでしょ。でもあいかたんはみゆきと一緒ならどこまでも走れるでね。もちろんみゆきたんいるから頑張れちゃうよ。ちなみに歩数計つけて走るんだけど、昨日の花江の記録は83歩でした、83。よし、絶対負けないんで、あいか頑張るよ。 GO! GO! せめて横ラショにしてほしかった。みゆき、今日の歩数計の記録どうでした？みゆきの記録、123歩です。わー、抜かした。花江、花江よかった、やった、すごい、ゼロ。よし、飼育員からの餌食べましょう。そうね、食べようね。じゃあ行きますね。はい、大阪府16歳女の子、ラジオネームめいめいアット豆つぶちゃん。先日一目惚れしたっていう話を豆しばロックスで紹介してもらったんですけど、6月の初めに告白してまさかのまさかで両思いでした。そして付き合いました。愛花ちゃんが勉強聞いてたよって言ってくれたおかげで勉強誘って仲良くなって、向こうも自分のことを思ってくれてたみたいです。本当にアドバイスありがとうございます。仲良くなったっていう報告はもらってたよね。うんうんうん、そうそうそう、よかった、付き合ったんだ、付き合ったんだね。オメピエンゼル、本当にオメピエンゼル。よしよかったよかった。これからもね、たくさんアドバイスしてきたいね、ね、なんか嬉しいね、やっぱこうやってためになってよかった、うん、いやね、本当にね、愛花のアドバイスめちゃくちゃいいよ。やっぱ寄り添ってるし、やっぱためになるところもあるし、すごい愛花、愛花はね、いい。渡辺修です。オーディで配信中の渡辺修、シュートザムーン。毎回バラエティあふれるゲスト、そして渡辺修の趣味の世界が展開するマニアックなラジオです。ぜひとも無料のスマホアプリ、オーディで聞いてください。オーディ。コロナ禍で元気のない日本にバレエの力でエールを送る。東京 FM 公演、東京バレエ団全国ツアー。ホープジャパン2021。天才振付家モーリス・ベジャールによる人気プログラム「ボレロ、ギリシャの踊り」をプリンシパル上野水香、塚本ダン他でお届けします。7月3日土曜、4日日曜、上野東京文化会館。詳しくは NBS のウェブサイトをチェック。いつもあなたのそばに、ラジオディスタンス、ジャパン FM ネットワーク。11時です。スクールオブロック。ちょっとダンガリー、ダンガリー、ダンガリーどうした？いないぞダンガリー。左のダンガリーなあ、調子乗ったんじゃないか、正弘先生。ダンガリーとか言うからさ、言った、似てる。てか待って、マジで似てないからね。ジュニアエグザイル先生と一緒に出てったんじゃないか、ダンガリーは。何してんだ、おい、生放送だろこれ、生放送教室で。
え？やってるよな今俺と同等で。だからさ、待って、5人目ってさ、うん、俺じゃなくてもしかしてダンガリー先生が5人目って。いや、戻ってきた。さらーっと戻ってきたけど、ダンガリー先生。いや、でも一瞬、正弘先生かと思ったな。そんなわけねえって。なあ。いや、正弘先生だよ。正弘先生なわけ、ダンガリーだろ、おい。ちょっと、よくねえぞ、正弘先生。後で正弘先生に髪、下ろしてもらおうよ。いや、髪の色味だけな、似てるのは。ハイパー男前だったぞ、正弘先生は。かっこいいよね。うん。戻ってきたことです。戻ってきたことです。はい、はい、行きましょうか。東京 FM から全国38局へ向けて授業しております、スクールオブロック。さあ、今週金曜日の授業で生徒1名になんと任天堂スイッチライトをプレゼント。うわ、やば。これは大盤振る舞いしました。校長の坂田です。ロックのスペルは LOCK。 そして今週は学校掲示板に新クリアするファイルが欲しいとか突っ込んでくれた生徒に毎日20名の生徒にプレゼント。京都の子守です。どん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 ね、書き込んでほしいなと思っております。ということで、ここからはちょっと学校掲示板に届いた書き込みを紹介してクリアするファイルあげちゃいましょう。あー、早いね。どこに飛んでったんだ。無駄に飛んだんだけど3枚分ぐらい。埼玉県16歳女の子、ラジオネーム山ほのちゃん。山ほのちゃん、クリアするファイル欲しいんです。理由は至って簡単で、学校でまだスクールオブロックの生徒を見つけたことがなくて、だから学校でクリアするファイルを見せびらかすように使って、これスクールオブロックじゃんって意気投合できる友達を作りたいからです。最高の理由。これはいいよね。めちゃくちゃいい宣伝になるからね。大事な書類ほどこのクリアするファイルに挟んでほしいね。しかも今回のクリアするファイルね、自分で言うのもなんだけどかっこいいのよ。うん、あのね、俺もね、自分で言うのはなんだけどね、バチバチにかっこいいよ。かっこいいよね。俺びっくりして、自分のそのお笑い好きみたいなのちょっと忘れちゃったもん。そうだよね、一瞬。あれ、僕もダンス好きみたいなの忘れちゃったもん。ちょっとすごかったよね、あれ。よかったよね、ちょっと見てほしいんだよな、早くもな。じゃあ山ほのちゃんに届くのかな。届け、新クリアするファイルプレゼント。いや、今飛んでってる。行きました。はい、それでは続きましていきます。東京都14歳女の子、ラジオネームラーちゃん。ラーちゃん、新クリアするファイルを勉強部屋に置いておけば、勉強部屋にあれがあるぞってなって絶対勉強したくなりますよね。ファイルはいくらあっても邪魔じゃないし。そう、つまり自分もクリアするファイルが欲しいんですよ。いいね。もう本当にあの場所取らないから、もう薄いからね。薄いし軽いし、なそのもうふわ、もう一個だけ、もう一個だけもらっていいですか。薄いし軽いし、薄いし、あのいい匂いするからいい匂いするから、本当に鼻くっつけてみて。マジでマジで。本当か？マジで。だってほら、疑ってる音流れてる今。いやいや、本当に。疑ってる演奏者さん。まあ、俺と教頭がいるけど、俺の方は嗅がないで。その教頭の方の髪の方とか嗅いだら多分、あ、すごい、ワックスのいい匂いとかすると思うから。本当に本当に。怖い。みんな、本当に本当に。じゃねえよ、じゃ。これでもね、届くからクリアするファイル、プレゼントします。はい、行ったね、飛んでったね。空飛んでく状態の時にちょっと匂いが取れるかもしれんけどもな。あ、そうか、うん、それはね、本当にもうさ、 A おじさん、 A 看板なのに帰ってほしい。 A おじさんも今日 A も飛んでいったから。 A おじさんも今パワー、 A おじさん飛んでっちゃったの。あれ、 A おじさん飛んでいった。いるじゃん、そこにいるじゃない。 A おじさんほらいるじゃない。風、何で飛んだの、乗ってったのかな、わかんないけどもね。まあ、その力あるからクリアするファイルはね、はい、兵庫県13歳女の子、ラジオネーム不死鳥。不死鳥、私は新クリアするファイルがとてつもなく欲しいです。なぜなら最近ファイルが壊れてしまい、ホッチキスで直したものもすぐまた壊れてしまいました。また一人もスクールオブロック友達がいないので、この新クリアするファイルを持っていたらスクールオブロック聞いている人と仲良くなれるのではないかと思うからです。そうなんだ。あー、もう行っちゃった、もう飛んでいっちゃった。多分不死鳥のもとにちょっとこぼれてたんだろうね、さっきのやつがね。もう上空一緒に飛んじゃって、うん、不死鳥ね。いってらっしゃい。すごいいいアピールもなるしさ、うん、グッズを持ってるっていうだけでさ、あ、好きなんだってこう伝わるツールにもなるからね。そうだね、クリアするファイル最高なんだけども、これちょっとね、はいはい、当たった生徒届くまでちょっと時間かかるんだよね。そうなんだよ、6月末ぐらいかな。末には届けたい、うん、今もう職員がもう一度もうめちゃくちゃ作ってるから、うん、もうちょっとだけ待っててほしい。はい、今週金曜日まで毎日20名にプレゼントしていくので、欲しい生徒はぜひ書き込んでください。もちろん今日もまだまだ書き込み待ってます。さあ、この後はスミカロックス。坂田の種の情報は入手したか。どうやら花や野菜の品種を開発して販売する世界的企業です。何？創業100年以上、種への情熱すごすぎます。熱いわね、坂田の種。種と苗の気になる会社、坂田の種。出川哲朗です。ガチでみんなに伝えたい
それは朝毛は合わせ味噌、合わせ味噌、昼毛は赤だし、赤だし、夕毛は白味噌、白味噌。うまい。お味噌汁が7000円。おいお前、おい聞いてんのか。あ、なんだよ、イヤホン返せよ。誰だおめえ。音楽バックホンで聞いてんじゃねえよ。どんなでっかい音で聞こうと俺の勝手だろ。お前の耳が心配なんだよ。え、言わせんなよ俺の口から。ストップ大音量だよ。お耳を大切に、ラジオラバーズ東京 FM。東京 FM 公演フジロックフェスティバル2021、8月20日金曜日ラッドウィンクス、21日土曜日キングヌー、22日日曜日元気グルーヴをヘッドライナーに迎え、苗場スキー場で開催決定。感染症対策を講じて開催される特別なフジロック。詳しくはフジロックオフィシャルホームページまで。さあ、ここからは夢の建築学の講師住香先生が登場。今週は新井先生、黒田先生コンビが授業を届けてくれます。今夜は書き込みを読まれた生徒全員に、はいはい、全員オリジナルステッカーをプレゼントしてくれるらしいんだけれども、書き込みの締め切りがね、はいはい、この後住香ロックスが開校するまでなんだよね。もうじゃない、もう、もういたんか、お前まだいんのかよ。帰ってくれよ、もう。あの、もう開校しちゃうともう無理だから、このね、開校、ここで A おじさんが今引き伸ばしてくれてるから、うん、あ、逆に、うん、あ、だから優しいおじさんなの。そうそうそう、だから A で伸ばしてる間、この今のうちにみんな書き込んで、いやスミカロックス、もう俺がスミカロックスともう言った時点でもう締め切るから。じゃあ校長じゃない、うん、校長が悪者ってことだ。じゃあ、いやいや、 A おじさんがいいもので校長が悪者ってこと。そんなわけねえだろ、二人とも悪いよ、俺と A も。もう行くぞ、なあ、もうそんな時間取ってない、行くぞ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 、スミカロックス。はい、たった今締め切りました。はい、締め切りました。もう今ですね、これで終わりです。はい、ありがとうございます。ということで、今夜は今迎えた締め切りまでに届いた書き込みの中から読まれた生徒の全員に、スミカロックスオリジナルステッカーをどんどんプレゼントしていきます。よっしゃ、お楽しみに。ということで、スミカロックス今夜も開講です。スミカです、よろしく。スクールロックアテンションエブリワン、スミカロックス、スミカ。改めまして、こんばんは。夢の建築学の講師、住香、ドラムの新井智之です。ギターの黒田純之介です。冒頭があのライブ音源っていう、急に来たよ、ね、びっくりしたね。ハマりが良すぎてそういうジングルなのかと思いました。すごかったよね、もうちょっとビクッてしちゃった。ビクッてじゃん。健太の声がもうライブの時の声だったから。そうですね。始まるって。
こちらの音源はね、我々の最新シングル、シェイク&シェイクナイトウォーカーに収録されておりますので、ぜひともチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ということで冒頭でもお伝えしました通り、今夜はセミカロックス掲示板に届いた書き込みの中から読まれた生徒全員にセミカロックスオリジナルステッカーをまさしく大放出していきます。いやー、太っ腹ですよ。すごい、太っ腹来た。お、太っ腹来たということで、先週のセミカロックス終わりから、まあ、何でもいいから僕らに伝えたいことを書き込んでほしいということで、これすごいたくさんメッセージいただいたんですよね。嬉しい。ただ、我々もやっぱ人の子なんで、人の子なんでね、早めに書き込みをくれた生徒をまあやっぱちょっと優先して紹介していきたいなと。やっぱこの瞬発力ってさ大事ですからね。何かあった時にバッてくるその気持ち、熱量、それに少しでもやっぱ応えていきたいなっていう思いもあるんで、そういう面もあるのでご了承ください、ね、よろしくお願いします。福岡県16歳男の子、こうちゃんコーチ、先日、ニューシングルシェイク&シェイクナイトウォーカーゲットしました。ありがとうございます。ありがとうございます。新曲の2曲はもちろんライブ音源もお気に入りで、どちらも毎日聴いています。本音はデイリーズランプで聴きたいと思っていたので、最後の1曲で聴けてとっても嬉しかったです。そんな本音が今回そのライブ版に収録されていて、あの頃の記憶が蘇ってきますというメッセージをいただいております。あ、こうちゃん、こうちゃん、ありがとう、ありがとう。まさに今日1曲目にね、そのライブ版からかけさせていただいておりますが、そうなんですよ、ね、ライブの空気感みたいのもやっぱりスミカの魅力の一つだと自分たちも思ってますのでね、ぜひ音源聞いてこんな感じのバンドなんだなって思って、そしていつかライブでね直接お会いできたらいいなと思っておりますので、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。こうちゃん、ありがとう、ありがとう。滋賀県14歳女の子、ラジオネームアルトサクソフォン。前回の放送を聞いて管楽器リペアマンという職業が気になってきました。私も楽器が大好きで何か音楽に関わることを仕事にしたいと思っていたので、リペアマンになるのもいいかもなと思っています。夢の選択肢を広げてくれたセミカロックスに感謝しています。やっぱ夢から夢が広がっていくっていうのは嬉しいですよ ね、うん、ね、こういうふうにいろんなところで影響し合って、まあ、この先の夢につながってると思うとすごく嬉しいね。素敵。アルトサクソフォン、ありがとうございました。ありがとう、はい、この書き込みをくれたラジオネームアルトサクソフォンには、セミカロックスオリジナルステッカーをプレゼントいたします。そうですね、さっき私も言うの忘れてましたね。こうちゃんコーチにもね、もちろんスミカロックスステッカープレゼントしますので、もう読まれたら漏れなくですから、漏れなくですからね、読んだ時点でもう、そう、ラジオネーム読んだ瞬間に確定です。確定です、確定です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まだまだどんどん紹介していきたいと思います、はい。東京都12歳男の子、ラジオネーム復活の呪文はスミカさんからいただいておりますよ。ありがとうございます。アンプに困ってますというタイトルで、これは私の出番かなと思って読まさせていただきます。5月25日に僕の誕生日だったのですが、ギターとアンプをセットで誕生日プレゼントにもらいました。すごい、おめでとう。もらったのは嬉しいのですが、アンプがたまにラジオの電波を受信してしまうので困っています。そんな時どうしたらいいですかというメッセージをいただきました。あるんですよね。これね、普通の町スタとかでさ、スタジオ入っててもさ、はい、隣の部屋とか、はい、別の部屋の電波を受信して、はい、たまに会話だったりとか、そうですよね、演奏とかが曲とか聞こえてきたり、そうなんですよね。確かに、あれどうしたらいいの、これ全部。これは、もうもちろんそれが起こるのが普通なんで、諦めてください。まさかの結論。そうなんです。諦めるしかない。構造上ある程度はもう仕方ないもんだと思うので、はい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 、もしかしたらなんかそう、なんか方法あるのかもしれないですけど、私はもううわって思いながらも諦めながらここまでやってきました、ね。じゃあ大丈夫だと。大丈夫です、大丈夫です。仮にそれ諦めて、まあその代わりにね。そうですね、復活の呪文はスミカさんにも、もちろんステッカーをですねプレゼントしますので、それで元気を出して練習に励んでもらって。全然関係ない。ギター頑張りましょう。少しでもそうだね、励みになってくれれば嬉しいです。ありがとうございます。千葉県18歳女の子、ラジオネームあかりさん。あかりさん、すみか先生、こんばんは。こんばんは。最近私は寝坊する夢をよく見ていて、朝起きた時に自分が本当に寝坊したのか、それとも夢の中で寝坊したのかよくわからなくなってしまうことがあります。
すみか先生は夢か現実かわからなくなったことはありますか？ありますよね。ありますよね。私もまさに今朝ですよ。お今日の集合時間に向けて起きて準備をしていたという夢を見ました。ギリギリでしたね。今日集合時間ギリギリでした。危なかったですね。お全く同じ状態じゃないですかこれ。逆なのかな。これは寝坊する。僕は間に合う夢を見ちゃってたんで、逆に危なかったっす、ね、でも今日別に間に合ったもんね。ギリギリです、はい、全然大丈夫ですよ、ね、結構ドキドキしながら集合してたんですけど。わかる。そうね、面白いな。確かに、まあ、夢の話面白いですよね。面白いですか。まあ、これからもねちょっと夢か現実かわからない世界で生きていこうね。そうですね、頑張りましょう。ギリギリのところで冷めない夢を見ていきましょう。ラジオネームあかりにも、スミカロックスオリジナルステッカー現実世界でプレゼントさせていただきます。ぜひとも受け取ってください。イエーイ。というわけで、書き込みの紹介はここまでなんですけれども、はい、まあ、まだ読まれていないという生徒、うんうんうん、安心してください。おこっからは救済企画になります。お救済企画ということで、もしもーし。もしもーし、すみかでーす。愛知県16歳ラジオネームミカスです。いやーミカスいらっしゃい。これでぶりだね。もう久しぶりというほど久しぶりでもないような気がしているんですけれども、ね、まあもちろんミカスのことを知ってくれてる生徒もたくさんいると思うんですけれども、うんうん、この間の生放送教室のクイズシェイク&シェイクで一番いいクイズを出題してくれたのがこのミカス、うん、ね、素晴らしい。そうなんです。ナイスクイズだったね。そしてその商品として、これミカス本当にねごめんね、荒巻鮭、荒巻鮭を送らせてもらったんだけれども、これミカス無事届いたっていうことで大丈夫かな。届きました。本当に、おめでとうとかありがとうとか言う前に本当にごめんなさい。で実際届いてミカスどうでした？荒巻鮭が届いた日に、うん、私は部活で学校にいたんですけど、でも荒巻鮭届いたよって写真付きで母から連絡があって、優しいお母さんで、嬉しそうでした。嬉しそうだったわ。よかった。はい、よかった。危ねえ。危ねえ。じゃあもう早速家族で荒巻鮭を食べたりとかも。もうめっちゃ毎日のように出てきます。毎日のようにね。そうだよね。今こちらでも写真が確認できました。写真をね送ってくれたんだね。お茶漬けとか、あとは焼いて食べたりとかかな。頭の丸焼きみたいなのもね。すごい、普通にうまそうだ。美味しそう。美味しかった？めっちゃ美味しかったです。よかった。ありがとうございます。いやいや、とんでもない。こっちこそ。こちらこそ。ね、大丈夫、冷凍庫とか入った。お母さんがすごいぶっこんでました。そうだよね。一回こうなんかいろいろ整理しないと入らないサイズの。これからも食卓を賑わしてくれるとね、信じて、我々の荒巻鮭が。今後とも鮭を見るたびにスミカを思い出してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、そんなミカスには今回、うん、救済企画として新たなクイズ、うん、シェイク&シェイクを出題してもらいます。すごい。それに正解することができた生徒にもなんとステッカーをプレゼントするっていう、うん、本当に大放出な感じになっております。すごい、ね、このクイズシェイク&シェイクの説明を改めてさせていただきますと、うん、この後ミカスがあるものをシェイクします。はい、振るんですね、シャカシャカ、うん、その音だけを聞いて何を振ってるのか何の音なのかを当ててもらう、うん、それがクイズシェイク&シェイクとなっております。このクイズめちゃくちゃ難しいじゃないですか。難易度がもうエクストラハードエクストラハードなんですよ。本当になので、ここで正解をできた生徒にはなんとステッカーを10枚セットにしてプレゼントします。太っ腹な感じでね。鮭の時といい物量で押してくるよ。まあそんなわけで、ということでね、ミカス、そのシェイクするものは何に入れてる？お弁当箱です。もう今回もねお弁当箱でいくんだね。ミカスの殿下の宝刀ですね。殿下の宝刀が。では早速シェイク&シェイクの出題お願いします。
はい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 、はい、いや思い出したわ、思い出したっすね。なんかこの感じ、うんうん、なおさら思い出したわ、ね、いや相変わらずもう鬼のような難易度です、ね、難易度が高い。でさすがに、まあ、こんだけではちょっとやっぱり生徒のみんなもわからないと思うので、ちょっとわからないですね。今回は、まあ、ミカス含めた我々から、ちょっとヒントを、まあ、あげたいなと思ってるんで。さすがにちょっと難しすぎるかな。うん。やっぱ、まずは、出題者のリーダーのミカスから、頼むリーダー。ちょっとなんかこのいい塩梅のヒントをもらえればと思うんだけど。昨日の夜ご飯だったんですけど、はいはい、お弁当箱に入れました。昨日の晩ご飯から選ばれたと、はいはいはい、そういうことですね、はい、なるほ ど, なるほどってことはじゃあいやもうこれ大ヒントです、まあ、そうですよね、食べれるものってことですよね。そういうことです、そういうことですよね、ですよね、うん、これはもう大ヒント。これさ、はい、割とみんな好きだよね多分、うん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 、はい、うんうんうん、はいはい、なんかまあ例えばお弁当で言うと、うん、2番目メインみたいな感じのそうですよね、そうですね、僕は結構やっぱ僕も好きなんで、はい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 、やっぱこう羽を伸ばしたくなるかな。あれれれれれれ、まあ、あれれれ、ちょこれは、ね、これちょっと今ヒントの息をちょっと飛び越えそうになったんですけどということで、今のヒントも参考にしていただいて、ミカスが何を飼育したか予想してスミカロックス掲示板に書き込んでください。はい、見事正解した生徒先着1名ですね、先着ですから、はい、早いもんにゅうですよ。そういうことです。はい、スミカロックスオリジナルステッカーを10枚セットにしてプレゼントさせていただきます。かけている人のことが好きなんですが、お二人は丸メガネ派ですか四角メガネ派ですか。どうでもいい質問をさせていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございました。力技で締めていくスタイルです。いや黒田先生、メガネかけてる人好きって、もうまさに教頭メガネかけるでしょ。そう、教頭結構メガネ好き。うん、しかもさ、最近というか、ね、もうほんとついこの間ですけど、スクールオブロックからプレゼントでメガネもらったんですよ、はい、そうよね、おめでとうございます。ありがとうございます。しかも山口一郎先生と一緒です。ちなみにあれは何タイプ、丸メガネ、丸じゃないかな、一応丸メガネ、なんかちょっと違うんでしょ。そうそう、左右非対称のメガネで、それの別光柄のやつもらって、サカナクションの山口一郎先生とが、なんか生徒にプレゼントしたのと同じやつ、はいはいはい。だから僕ももう今日から、兼山口一郎先生の名前使えるなっていう。あれをかければ。だいぶやばいこと言ってるよ、今。一郎になってるってこと？うん。憧れてる、やっぱり、正直。来た。一郎先生。これはまずい。一郎先生、すいません、ほんとに。これ、ちょっと届いたらやばいぞ。これはまずいね。ちょっと変にいじってるみたいになっちゃってるから。違う、違うんですよ、一郎先生。でも僕は好きです。丸メガネ派です。いいですね。そしてね、この間のクイズ、シェイク&シェイクのチャンピオン、
荒巻鮭をゲットしたラジオネーム、はいはい、ミカスが新たなクイズを出題してくれたんだけれども、はい、いや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 激ムズ、わかるかい、これわかるかい、これに何が入っているかというね、まあね、弁当箱に何かを入れてシェイクしてくれてるのですが、ヒントは昨日の晩ご飯に出たもの、割とみんな好きなもの、そして黒田先生からは羽を伸ばしたくなる、ああなるほど、大ヒントも出てました、これはいいヒントだね、はいはい、まあ生徒のみんな正解予想して来週のスミカロックス開校までにスミカ掲示板に書き込んでほしい。明日は我が校の LL 教室勤務リサ先生が登場、リサロックス、スクールオブロック、東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック、来週の予定をここで発表します、はい、来週月曜日、スーパービーバー先生の新曲名前を呼ぶよを初解禁、校長の坂田です。ロックのスペルは LOCK、 ゲスト講師情報、来週火曜日小堀先生生放送教室に登場、京都の小堀です。さあそして今夜の生放送教室にはジュニアエグザイル先生を迎えてお届け中、お願いします。改めてお名前よろしくお願いします。はい、ジェネレーションズの白浜蘭です。はい、ザランページの吉野久人です。ファンタスティックスの中島聡太です。バリスティックボーイズの砂田正宏です。ジェネレーションズの小村ハヤトです。ハヤト出すなって。いや京都、あ、まだ京都じゃないとダメ、ま、京都ですよ、ダメだ、やばい、ずっと京都で いなくちゃダメだから、ダメなんだ、あ、ダメなんだ、バランス先生、これちょっとジェネレーションズの小森隼人先生一回もう帰宅させてもらって帰宅、はい、あいつもう仕事終わってんの、京都はここにいてもらって、あ、なるほどなるほど、はい、ちょ帰宅してもらって、隼人で、そうなんだ、はい、京都でいてもらわないのちょっとね、あ、じゃあ小森京都です、よろしくお願いいたします。兵庫県16歳女の子、ラジオネーム、あらたい、あらたい、文末サッカーボール、私の好きな人野球部ですが、今から急に LINE の会話にサッカーボール大量発生させます。いや、なんでだよ野球ボールにしろって関係ねえからサッカーは間違えてる、はぁってなる、はぁってなるし、流れたのかな、あ、でもちょっとアラン先生すごい、さっきのね、はい、あのローカーツイッターでもあのつぶやいていただきまして、ね、そうなんですよ、もうだからさっきねツイート見るとね、もうサッカーボールだからだらけでしたね、だらけでしたね、もうみんな書いてる、で大阪府17歳女の子、ラジオネームノンパンダ、ノンパンダ、廊下にめっちゃいい写真が、皆さんいい笑顔ですと、いやー本当にいい笑顔だけど、ちょっとサッカーボールいっぱいがちょっと困るな、そう、野球部の子もいるし、でもさ、5人で全員、5人じゃない、6人全員で写真撮りましたけど、うん、校長ももう、フロムエグゼルトライブでいいっすよね。いや、もうほぼほぼそうですよね。はい。もうこれ、いっぱいゲストも出てますし。もうこれ、こんな本人に言われたらもう、それでいい。それでいいんだ。ちょろいんだけど、ちょっと。言葉選んでください。それでいい。本当ありがとうございます。怒ってあげて、怒ってあげて。言い過ぎました、ごめんなさい。言い過ぎやぞ。まあでもちょっとね、改めまして、はいはい、ジュニアエグザイル先生と送ります、今夜の授業テーマはジュニアエグザイルベストアンサー、今日は生徒の相談に4人全員に答えてもらいまして、はい、生徒がベストアンサーを決定、そのベストアンサーに選ばれたゲスト講師のグループの曲がかかります、はい、10時台ね、あのラジオネームつむむむと話させてもらいまして、うん、ベストアンサーには我らがリーダーアラン君のね、はい、我らがダメだ、アラン先生、アラン先生ボロボロで、タレ口だぞさっきから、あ、そう気をつけろ先生だから、そうだぞ、教育実習かもしれない、先生見てるから、アラン先生のね、はい、アンサーが選ばれまして、ジェネレーションズ先生の曲が流れましたけども、他さんお三方どうですか、ちょっと悔しいですね、まだ帰れないです、これじゃあ、うん、いや、そうっすよね、はい、でもまあまあまあ、颯太先生はじゃあこのままずっと生放送教室にいてもらうことになるでしょうね、ありがとうございます、お邪魔します、すごい変な角度の先輩角度、これ言うたろ、それどうですか、まさひろ先生、嵐なんだよな、これがもう角度、僕もあのこのままじゃ帰れないんで、うん、次は絶対に勝ちます、ね、じゃあずっと行き続けるんだねこれやるとまでいいですか、ね、北斗先生はどうなのよ、いや、要はもっといいこと言っちゃえばいいんですよね、おー、いやいや、そうだ、アドバイスしてなかったの厳しいですね、いやいやいや、だったからね、もっといいこと言っちゃいますよ、次は、あ、ちょっと気合い入ってますよ、これ、はい、じゃあちょっと行きましょうか、早速、はい、埼玉県14歳女の子、ラジオネーム寿司麺お好み焼き、
炭水化物だな。先日中学最後の大会の学校総合体育大会がありました。結果は市4位に当たってしまい負けてしまいました。部活も引退してこれからは受験勉強だと自分でも分かっているのですが、全然切り替えができず、部活をしていた頃よりも勉強したくなくなってきています。どうやったら切り替えることができると思いますか？やりたくないことがあった時どうやって自分のやる気を出していますか？教えてください。それでは行こう。もしもし。もしもし。校長の坂田です。京都の小森です。そしてジェネレーションズ白浜蘭です。ザランページ吉野北です。ファンタスティックス中島壮太です。バリスティックボーイズの真田正弘です。埼玉県14歳寿司麺お好み焼きです。寿司麺お好み焼きありがとう。いいね。好きすぎる3つってことこの寿司麺お好み焼きは。そうです。炭水化物のオンパレードやね。オンパレードですね。あ、寿司麺お好み焼き。14歳。学年は中学3年生です。おー、13。そうか、あの最後のね体育大会だったもん ね、 うん、うん、さっきね書き込み読ませてもらったけれども、うん、中学最後の大会があって、この部活っていうのは何部だったの？バレー部でした。バレー部。バレー部か、そうか。ポジションどこだったの？ポジションはライト。あ、ライトか。なるほどね。ライト、いっぱい頑張ったね、そんなね。うーん、これ寿司麺はさ、はい、バレー歴は何年ぐらいだったの？中学で始めたんで3年。なるほどな。あ、じゃあしっかりやりきったんだ中学校生活はね。はい。うん、そしてまあもう最後の大会も終わり、引退してこれから受験勉強ということだけども、うん、ちょっとやっぱり切り替えがな、難しいか。難しいです。そうか、うん、今まではできてたの？勉強はしっかり結構ちゃんとやってました、うん、それはでもバレー部大変やん。確かに、はい、でも両立できてた。まあバレーがあったからできてたのかなって。なんかそれがバレエをやった時はやっぱメリハリがすごい自分の中でついてたんだ。ついてました。でもなんかその引退してしまって、なんかそのなんて言うんだろう、そのメリハリが急に効かなくなったというか、なんかバレエ好きなことなくなってから、なんかメリハリなくなっちゃったみたいな。もう全然ちょっと集中できてない勉強には。まあ、もうちょっとでテストがあるんで今はできてますけど、うん、部活終わってすぐの頃は全然。そうか。まあ受験勉強があるってことだけどな、寿司麺お好み焼きは目標みたいなのはあんの？あります。おお、聞かせてもらってもいい？行きたい高校があって、うん、なりたい夢もあるんで。おお、ちなみになりたい夢って聞いてもいい？ゲーミングプログラマーです。うおー、かっこいい。ゲーミングプログラマー、じゃあすごいデスクワークとかは慣れてる方なの？慣れてるっていうか、もともとゲームが好きでやってみたいなみたいな。なるほどね。まあ、だからしっかり夢もあって志望校も決まってて、うん、でもちょっと切り替えが今そうかできてないというところなのね。やらなきゃいけないっていうのは分かってるんだけどね。まあちょっとな、ここの気持ちの切り替えっていうのはな、まあね、難しい、すごく難しいところもあるし、ちょっとな、これもらおうか、もらおうか、アドバイスな、はい、ください。ということでちょっとアドバイスの方を次はじゃあアラン先生からいきましょうか。はい、アラン先生から。そうだな、まあやっぱ切り替えができないって、それ、うんうん、無理やりやってもどうしようもないなって僕は思うんですよ、うん、そうだね。だから初めはもうほんと5分でもいいから5分とりあえず勉強する、うんうんうん、でもあとはもう好きなように自分で時間を過ごす、でその次の日は10分にするっていう、うんうん、そういう少しずつその環境に慣れていくことが必要かなっていうのは僕はすごく思いますね、うんうんうん、あとはやっぱ僕も今大人になってみてすごく思うのが、ほんと学校で勉強したこととか内容って正直全てが今の僕に生きてるかというとそうではなくて、でもあの勉強した内容よりも勉強したっていう経験がすごく生きてる。なるほど、わー、だから絶対的に勉強はした方がいい、それが中身にならなくてもいいからする時間が大事だよっていうアラン先生のアドバイスでございます。わー、すごい。ちょっとアラン先生すいません、はい、相槌うるせえな。素晴らしいですよね、教頭の。ちょっと確かにこれ素晴らしくない？
素晴らしい。いやそうだけど、まあ、はい、そうだけど今ちょっとアドバイスバトルでやってるからさ、そのアラン先生だけそのずるいっすね、グイグイにその肩組むのはちょっとやめてもらっていいかな。肩組んでない。いやいやいや、肩組んでない。本当のことしか言ってない。後押しがやばかった。馬好きのうんうんがちょっと追い越してたから、ちょっとアラン先生アドバイスはまだ言ってないのに、ね、うんうんが追い越してたからさ、なんなら話そうとか思っちゃったもんね。ちょっと控えてもらっていいですか。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ北斗先生いきます。北斗先生、この後きついですね。まあでも結局はやらないといけないんですよ。苦手なことも出た、お侍さんスタイル。まあやりたくないことも絶対、まあ、乗り越えないといけない時が来るんですよ、うん、でもそうやって乗り越えた時にすごい達成感があるんですよね。頑張ったからこそ生まれるそのなんていうの、達成感、うん、だからその達成感に向けて頑張ってください。今まではバレーで仲間とボールを繋いできたと思うんですけど、うん、今度は自分の未来を繋げていきましょう。だからそれ俺の手法じゃないか。ちょっといい盗作したものをいい風に言えばいいみたいな。いや、これが大事なんです。大事、まあこれが大事。まあでも学んでね、こう出してるということね。経験値を今積んでからこう答えてるっていう。そうなんです。素晴らしい。声がいいから。繋げていこうぜ。相当厳しくないですか。確かに。いいですよね。声がいいから。ちょっとあのその応援するんだけど、その邪魔みたいなやつはやめてもらっていい。ちょっと今納得がなかったな。他のグループの。じゃあ、いや素晴らしいね。気合い入っていいと思いますけど、ソータ先生。はい。僕もあの中学受験したので、すごい気持ちは。分かるんですけども、うん、1個思ってたのはそれをなんか通過点とする、うんうん、まあ今勉強しないとと思うとやっぱりやる気も起こらないしどうしたりってなっちゃうんですけど、例えば行きたい高校で楽しんでることを想像したらもうそこになってます自分はってなったら、もう勉強は全然通過点というか、うんうん、っていうのを僕は意識しながらやってましたね。だからこう高校で受かった後を考えて、受かるのが夢じゃなくて受かった後に何をしたいかっていうのを考えると、うんうん、もう受かったことも通過点になるんじゃないかなと思います、うん、なるほど。まあ夢がしっかり寿司めお好み焼きあるからね、うん、そうだね。確かに可愛い顔してるだけじゃないんだね。チーターティーチャーとは思えなかったですよね。思えなかった。そうですね、ちょっと真面目な部分を、うん、ね、素晴らしい、いいアドバイスだったんじゃないでしょうか。これはじゃあ最後、はい、マサヒロ先生いきましょうか。はい、あのゲームが好きっておっしゃってたので、あのなんかゲーム友達とかと一緒にまあ、勉強して、うん、で何分やったらその後一回ゲームワンプレー挟むとかっていう感じで、あの自分にご褒美とかなんか楽しみみたいなのを作る、うんうん、教頭からずっとあれみたいな指さされてる。いや何分方式は盗作。何でも言えますよそんなの。いやでも素晴らしいですよね、うん、ご褒美、自分にご褒美あげる、はい、頑張ってご褒美あげるっていうのは素晴らしい。そんなね、年寄り大人っぽく見えるからって盗作していいわけない。教頭厳しいな。厳しいな。ちょっと最初俺ここの2対4かと思ってたけど、そのジェネ先生と2対4って言ってたんで、俺こっち側って言ったんですよ。戦力はこっち側だからな。まあでもちょっとアドバイスね、出揃いましたよ。はい、4人のアドバイス出ました。まずアラン先生は5分でもいいみたいな環境を作っていくとね、うん、そして北斗先生はやらないといけない乗り越えた時の達成感を、掴みましょうと、うん、そして蒼太先生は通過点とする、受かった後何がしたいのかみたいな、うん、そして正弘先生は自分にご褒美をあげてみてはという、この4つのアドバイスでした、うん、これはまた4人とも角度違うから、これね確かに悩んでるんじゃないか。寿司麺お好み焼き大丈夫か、決まるか。めっちゃむずい。めっちゃむずい。むずいね、これは。むずいよな、これな。確かに。まあでも一択だような気もするけどな。いやいやいや、おかしい、おかしい。おかしいですね。じゃあちょっと、絞り出して、行こうか。はい。よし。じゃあ、ラジオネーム、寿司麺お好み焼き、ベストアンサーの発表、お願いします。ベストアンサーは、まさひろ先生です。うわぁ、来たー。いやいやいや、寿司麺。いやうちのやん。静かにして、静かにしてください。うちって言ってもこれちょっと正弘先生なんで理由は、皆さんのも皆さん全員良かったんです。まあ、ごめんせいだって思ったんですけど、うん、いやまあご褒美あると元気出るなって思って、まあまあ、まあね、それはそうだね、好きだしね、夢でもあるからねゲーム、そこをついた正弘先生素晴らしいですよ、はい、一番年近いんで
確かに。そうか、はい、なるほど、寄り添えたという。誰がジジイだこの野郎。言ってない言ってない言ってないって。ジジイ風がすごいんだけど。ありがとうございます。いや本当ありがとう。寿司目お好み焼きありがとう。ありがとうね。ありがとうございました。ありがとうございます。もう受験ね、本当もう大変だと思うけどもね、うん、勉強な、ご褒美に、もう自分の好きなゲームもやってな。確かに、ね、受かるように頑張ってくれよ。頑張れ、頑張れ。ありがとう。出口を探してる Wake up、 現実と夢のメイズ Wake up、 迷い込んだ Maybe it's loose Episode 1 今日までは女子を始める New face program X day Black judgment 陶器の流れはためらいなく僕らに問いかけ嘘ついてもその目をそらしても繰り返すだけの朝広先生、はい、バリスティックボーイズ、ありがとうございます、うん、バトルオブ東京タイム4ジュニアエグザイルに入っております、はい、リバラエボリューションです、はい、なんだかんだ言ってあれだね、曲いいね。ありがとうございます、うん、いや曲もいいし、アドバイスも素晴らしい。いやそこはわかんないけど、なんで曲はめっちゃいい。若干のね審議はありましたけれども、あったっていうかあれうちのだろ。ちょっと当たり強いよねこれは。もうちょっと強敵。でもお二人どうですか、ソータ先生とホッタ先生は。ちょっと悔しいです ね、 やっぱね、自分でもちょっと真面目に答えたので。そうだよね。いやいやいいんですよ真面目に答えて。そういうやつやから どこの反省してんのそれ。いいんだよ真面目で。ホッタ先生は、いやちょっと自信なくなってきましたねこれ。結構いいこと言ってますよ。そうですね。いや言ってましたよ、めちゃめちゃ。だってやらないといけないっていうのは、う、ね、もう本当にその通りだし、気合一発。俺ラストサムライだと思いました。いや本当にお侍さんスタイルだから。いや悔しい。かっこいいかっこいい。ちょっとリベンジしたいです。まあ、嬉しいですね。けれどもね、まあね、これリベンジ行きたいところなんですけども、すいません、そろそろ黒板の時間になりました、はい、スクールオブロック授業の最後は坂田校長の黒板でその日の授業を終えていますが、今夜は正弘先生、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。お願いします。お願いします。正弘先生が書いてくださいます。この人ね字が若干怪しいんでね、はい、じゃあ黒板お願いします。はい。おなかなかね、黒板にチョークで書くってことももうなかなかないと思うね。うわっ、なんかちょっと勝手にエモい気持ちになってる。ごめん教頭。え、兄さんとして、うん、なんかすごいエモい今この絵見ちゃったら。さっきは先輩風吹かせて、すごいなこの急に。あれ綺麗な字。それでは黒板読み上げていただいてもよろしいでしょうか、うん、名もなき汗、込められた思いを聞いてもよろしいでしょうか。これあんた、これはあの歌詞にも入ってる、うんうんうん、で、明日はあの未来と書いて明日って言うんですけど、うん、何が起こるか分からない明日のために生きるみたいな素敵、うん、意味です。夢だけを抱いて走ってきた。でも今 realize 僕を映した窓向こうに広がるフリーダム。 Ay, ay, 数字書きなどないこの One Way Road。 ドラマなら今は何話見だろう。比べ愛のスペック毎日がレース履歴書は書き込むたび薄れてく。飾られたサムネ脱ぎ捨てて見つけたい Real。 空白のシナリオ
限らないマテリアルワールド答えのある問いに答えても見つからないから探す今も見極めていたいプライスタグじゃない歩いてきた道だけが That's my life たとえ夢中さえも不安やがとも肌で感じたい次のページ、yeah. どこにいても君は君でいて、yeah. まばゆいデジタルの森でさまよう時も Just be youアンタイトルドフューチャー、はい、新曲解禁、はい、ありがとうございます。まさかのこのタイミングで、ありがとうございます。すごいありがとうございますを代表して言ってない京都今どうですか北斗先生これ。いや改めて聞いてめっちゃいい曲だなと思いましたね。なんかその未来って真っ白で空白じゃないですか。なんかそこに、まあ、自分なりのそのストーリーを作っていこうよっていうなんかすごい寄り添った楽曲になってるんで、うんうん、まあそのボーカルそれぞれの甘いボイスを堪能していただければなと思います。そうですね、これねぜひタイムフリーを駆使して生徒いっぱい聞いてほしいと思って、はい、駆使してほしいのところとびきり甘かったな今確かにあそこのところもね。よかった、うん、これでもこのまま終わっていいんですか。ダメっすよね。じゃあダメっすよ。いやダメっすね。確かに。いやいやでもさもう時間も時間だからなぁ。いやでもね。悔しいですね。うん、悔しいね。あと流れてないですね、僕たちの曲。曲がね。じゃあもう一、行こうか。じゃあ、校長じゃあ、ね、選んでもらう。いいですか。生徒からの書き込みでやる。じゃあ、電話はしな、はい、書き込みで。書き込みでやるよ。じゃあ判定僕はもう本当公平に。あ、お願いします。お願いします。はい、大阪府15歳女の子ラジオネームホルンくん。ホルンくん、私は自分の性格や外見で好きな部分が一つもなくてよく周りに自信持ってって言われます、うん、でも全く自信が持てません。どうしたら自分に自信が持てますか。さあ思いついた人挙手。自分に自信を持つ方法。自信を持つ方法、はい、さあ難しいですね。まさかのみんな答えず。はい、じゃあ、あの先生さすが。やっぱりまだ続いてたんだ。そのあなたの人生はあなたが歩むしかないんですよ。先に深そうって言わないで
やっぱりその中であなたの人生はあなたにしか経験できないですし、うん、だからこそ、うん、楽しんでエンジョイして、この人生は自分しか味わえないんだっていうね、うん、間違いない、ちょっとした優越感を感じながら、うん、過ごしてほしい、うん、間違いない、なるほど、なるほど、なるほど、やっぱ僕もライブとかで緊張するんですよ、はいはい、人の前にもう何万人の前に立つ、はい、緊張する、動けなくなる、体がこわばる、でもそんな瞬間を楽しめてる俺は素晴らしいと思ってた、ね、いいっすね、なるほど、答えいい、他に先生方ない、はいはいはい、マッサー早かった、マッサー、はい、僕が自信持つ方法は、うん、それなりに努力をする、例えば自分だと自信が歌だったりダンス自信がないだったらそれなりに練習して、うん、こんだけ練習したから俺はいけるっていう自信に変える、うん、なるほど、なるほど、そうだ先生、はい、僕も学校大好きで、うん、こう人と喋ることが大好きなんですよね、うん、こうクラス替えして3日で全員と喋るぐらい好きで、すげえな、でも人って自信持ってなくて喋りかけづらいじゃないですか、うん、でも思ったより喋りかけられると嬉しいし、うん、こう笑顔で返してくれるし、うん、もうそのやっぱり声かけてもらえたら嬉しいんだっていう気持ちを持って、頑張って一歩を踏み出すことが大事かなと思います。なるほど。なるほど。さあ、最後、お侍先生。お侍先生。はい、いや、もうあなたは、あなたしかいないんですよ。ちょっと待ってよ。待てよ、お前。お前ら。おい、お前らよくよ。お前ら。いや、ね。うん、もう、あれなんですよ。はい。もう、あれなんですよね。あなたは、もう、特別な存在なんですよ。この世に生きているっていう時点で。生まれてきたっていう時点で。もう、判定します。はい。全然いざなわれてたよ、はい、今。判定結果ソータ先生、最悪、最悪、ありがとうございます。最悪だよ、最悪ってよくないですよ、確かになんで話しかけられたら嬉しいっていうのは絶対みんなあるからね。確かに、それは間違いない。それすごく生徒に一番寄り添ってたんじゃないかなということで。学校とかだと思うね、はい。ソータ先生に選ばさせていただきました。おめでとう、ありがとうございます。さあ、そしてスクールオブロック、もう下校の時間となってしまいます。本当にもうありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またぜひぜひ、はい、もうグループごとでも個別でね、お願いします。お待ちしておりますし、またジュニアエグザイル先生でもお待ちしております。スクローブロックは明日夜10時に再び開講、起立。それでは最後、一緒に挨拶をよろしくお願いいたします。レイ、また明日。さあ、この後曲がかかるぞ。スクールオブロック、ブルボンがお送りしました。結果一番美味しいところでかかってるじゃない。大輝くんやりましたよ。大輝くん、そう、大輝くん聞いてるらしいね。聞いてます、大輝先生がね。ファンタみんな結構聞いてます。本当に、はい、じゃあちょっと曲、これ何タイトル。パーフェクトマジックです。わー、かっこいいじゃない。そして、はい、魔法かかったね。かかった、最後に魔法かかりました。最後、ホクちゃん一言頼むよ。いや、本当にランページの曲もめっちゃかっこいいんで聴いてください。侍、最後まで侍。新名神集中工事のお知らせです。6月19日から伊勢湾岸道下り線で、28日から新名神上下線で終日車線規制及び夜間通行止めなどを行います。渋滞が発生します。詳しくはウェブで。ネクスコ中日本、ネクスコ西日本。ヒュリアンレトリーバーです。さて、今夜私がいただくのは深夜のスーパークリスピーフライドチキンです。これが最先端のサウンドテクノロジーよ。深夜にすごくお腹空いてきた？ Uber Eats で今すぐ注文。深夜まで配達してますよ。詳しい配達時間はアプリで。防災ワンアクション。首都直下地震では東京都の 34% が断水するとの想定。汲み置きの水道水がそのまま飲めるのは常温で3日間、冷蔵庫で10日間です。煮沸せず、蓋のできる容器の口元いっぱいに水を入れて保管してください。